クリスティーン・ヘレン・レーキンはアメリカ合衆国の俳優。代表作は、ステップバイステップ、リーファー・マットネス。テキサス州ダラスに、カレンとジェームズ・デイリー・レーキンの間に生まれ、ジョージア州ロズウェルで育った。1990年に公開された、南北戦争を題材にした作品、ザ・ローズ&ザ・ジャッカルで若き頃のローズ役を獲得する前に、コマーシャルに何本か出演していた。また、その映画が公開される1年前には、ステップバイステップで、おてんば娘、アル・ランバートを演じた。この番組において彼女は1993年、ヤング・アーティスト・アワードのテレビシリーズ若手女優賞にノミネートされ、1994年には、同賞のテレビシリーズ若手アンサンブル賞を、ジョシュ・バーン、クリストファー・キャスティール、ブランドン・コール、ステイシー・キーナン、アンジェラ・ワトソンと共に受賞した。ステップバイステップが1998年に打ち切られた後、彼女はショータイムのリーファー・マットネスや2005年に公開された Who's Your Daddy といったテレビ映画に出演した。2006年 MTV の Whose Line Is It Anyway? に似た即興コメディ番組ワイルド・N・アウトのレギュラーキャストに選ばれた。また、第41回スーパーボウルの間に流れたコマーシャル、バッド HE ハズバッドライトでは、斧を片手に持ったバドライトを持つヒッチハイカーを拾いたいという男友達の言い分を聞く女性役を演じた。2008年、ザ・ホッチェ&ザ・ノッチェでパリス・ヒルトンと共演したが、アメリカ合衆国内での評判は悪く、第29回ゴールデンラズベリー賞、最低スクリーンカップル賞を受賞した。2008年現在、彼女には新作映画への出演がある。ありがとうございます。